シードでミゲルでディスティニーでハイネということで大丈夫なんですかねっていう最初はそのハイネに至ってはね、一回ミゲルで殉職してますし、今思えばそうですね、コーディネーターというかっていう発想から考えれば似たような、またその遺伝子をもしかしたら踏襲したまた継承した人間がコーディネートされていてもおかしくないというか、まあそういう意味軸もそういったものだったのかなというふうにも思うので、ある意味では作品をこう象徴するようなところも今思えばあったように思うし、僕とってはやっぱりそれまではまあいわゆるその抜き撮りだったんですけども、他のキャストの皆さんと一緒に撮らせていただく機会をいただけたということで非常に画期的でしたね。もう緊張しかしてませんでしたけど、はい。